いくつか、探し方を提案してるんですけど、その中の一つ、今日は eBay を使って探すという方法をご紹介します。まず eBay で売れている商品を検索します。これはアドバンスサーチの機能を使ってですね、初めは、単語も思い浮かばないでしょうから、インポートジャパンとかいう、ベタベタの、単語でも入れてですね、で、制約事例のところにチェックを入れてサーチをします。そうすると、黒と緑でこう出てくるんですけど、緑がね、これ、制約したっていう商品の例です。で、自分の興味のあるジャンルにして、見てって緑をこうチェックしていくと。何チェックしていくかってと、これ見たときね、あ、これが59ドルか、これ日本で安かったよな、とかですね。そういうのがわかる商品を、まず見てってください。これね、いちいち見なきゃわかんないんだったら、その商品知識が、この商品に対して商品知識がないということなんで、あんまり、なんていうんですかね、目利き力がつくスピードが速くはないです。ただ制約見てね、これなら安いはずないよな、とかいう、見当がつくものは、おそらく、急速にというか、数ヶ月やれば、あっという間に、他の方じゃ追いつけない目利き力がつきますんで、制約した金額を見て扱えそうな商品をまず探していってください。このパターンで見つかればですね、結構簡単に商品を広げていくことができます。また、やってみてですね、わかんないことがあればご質問ください。何しろポイントは、売れた商品を眺めていくと、ね。で、これなら儲かるというのがあるかどうか。それをまずチェックするというのが大事ですね。そのチェック状況、これ儲かると思って仕入れてて、これ儲かると思ってですね、調べて、ありましたと。あるいは儲かると思ったけど、いまいちです。どうでしょうか。迷ってますとか。そういう報告いただければですね、探し方の方のアドバイスをさせていただきます。この eBay で制約したもの、その中で Amazon で儲かるものを探すっていうのはですね、ちょっと場所をずらしてるだけに、勘どころというかコツがわからないとちょっとまごつきます。その辺はですね、初めからうまくできるわけはないと思いますので、相談しながら進めていってください。ご相談お待ちしてます。以上、天文アカデミー、堀秀夫でした。